ベルトライゼンでは、日本の競争は、2019年のホープフルステークス2着、2020年のスプリングステークス2着、2020年の東京優秀3着、などの実績を持つ。ハンアニにワールドエース、ワールドプレミアが違いる。名前の由来はドイツ語で、世界旅行者。2017年2月8日、北海道阿比良町のノーザンファームで誕生。 一口場主法人サンデーレーシングより、総額3600万円で募集され、ノーザンファーム早北で、育成の後、立党の池江康史受給者に入級した。ホープフルステークスのパドック9月1日、小倉競馬場での新馬戦にて、川田省宮城を背にデビューし、人気に応えて新馬勝ちを果たした。10月26日に、京都競馬場にて行われたリステッド競争の、 ハギステークスをクリストフスミヨン暗状で3番手から抜け出して、最後はタバトの追い比べを制し、コンマ1秒差をつけて、連勝を飾った。続くホープフルステークスで重賞初挑戦。トースポハイ2歳 S を1分44秒後の、レコード勝ちした、コントレール、関東馬で、シンバ、リステッドを連勝して臨んだわ、ケアに次ぐ3番人気に支持され、 コントレールの横綱競馬に屈したものの2着に入った。初戦はスプリングステークスから始動。このレースからコビットナインティーンの影響で無観客競馬となった。安状に父ドリームジャーニーやその弟オルフェーブルディ戦を務めた池添健一を迎え、単勝1.7倍の一番人気に支持されたが、レースでは6番人気の副平がロアクリークに及ばず2着に終わった。 続く、サツキ賞は先日のコントレール、弥生賞ディープインパクト記念カチューマサトノフラッグ、昨年のアサヒハイフューチュリティステークスを無きずの3、連勝で制し、休み明け距離延長でこの舞台に臨むサリオスに次ぐ4番人気で、出走、しかしレースではコントレールの発着に終わった。5月31日に、 ナインティ1 9の影響で76年ぶりの無観客競馬として行われた東京優勝。サツキ賞で3着以下を突き放した、コントレール及びサリオスの2頭に圧倒的支持が集まり、本馬は単勝オッズ66.4倍の10番人気に甘んじた。しかしレースでは、コントレールを前に見る形で競馬を進め、前述の2強に及ばなかったものの、3着に入った。 しかしレース後に骨折が発覚し、そのまま休養に入る。秋は熱発で、セントライト記念を回避し、コントレールが出走する神戸新聞杯で始動。大外枠から直線を向くと、前を猛追し、メンバー中最速の上がり3回35.4秒の末足で一勝馬、ロバートソンキーを捉え2着に入った。10月25日に行われた菊花賞は、 コントレールの7着に敗退した。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。